今日も広いエリアでゲリラ豪雨や雷雨に注意が必要です。雷雨発生確率を見ていきますと、東日本や東北を中心に全国広い範囲で雷雨発生の可能性があります。特に西日本の山沿いの一部や関東甲信、東北エリアなどで発生確率が高いところがあります。ではこの後の雨の予想を見ていきましょう。朝は前線が通過する影響で東日本や東北南部雨が強まるところがあります。また1日を通して東北や北陸では雨の降りやすい空、今日や雷雨になる恐れがあります。朝から晴れている西日本や隙間から日差しが届く東日本太平洋側も午後山沿い中心に雨雲が発生する恐れがあります。ゲリラ豪雨や雷雨に十分に注意をするようにしてください。春から夏は雷のシーズン。雷から身を守るためにどんなことをすればよいかご存知ですか？今回は雷から身を守るためのポイントを紹介します。雷の対策として一番良いのは屋内に避難することです。雷の音が聞こえたらできるだけ屋内に避難しましょう。電気を通さないコンクリートの建物の中が安全です。ただし屋内でも注意が必要です。部屋の中では家電のコンセントは抜き、家電からなるべく離れましょう。もし建物がない場合は車の中への避難も有効です。車は表面が金属で覆われて雷が落ちても電気は表面を通って流れていきます。そのため車の中は安全ですが、金属部分にはくれぐれも触れないようにしてください。木の下で雨宿りをしたくなるかもしれませんが、木に雷が落ちると枝や葉、地中の根を通って感電する恐れがあり非常に危険です。外出先で雷が発生した際にご自身はもちろん、ご家族の方の身を守るためにもぜひ正しい対処法を事前に確認しておいてください。